こんにちはまりです、えー、今回はですね感情と結果の関係性ということでちょっとスライドを使ってお話ししていきたいと思います、えー、じゃあちょっと画面の方を共有させていただきますねはいえー、感情セラピーで望む未来を手に入れませんかすべての感情の奥にはあなたらしさが隠れている という話をちょっとこれからしていきたいと思います、えー、今日のプログラムです1番目自分らしく生きる方法2番目人生が成功する方法という形でお話ししていきます1番目自分らしく生きていく方法ね、自分らしさって何でしょうとかね自分らしく生きていくってどういうことかしらって結構多くの方からね質問を受けたりするんですねその話をまずはしていきますね はいえー、自分らしく生きていく方法、えー、今までの一般,解決をするあ一般的な、ね、問題解決をする方法は、ね、どんな感じだったかというと、ダメだなって落ち込むとね、えー、何かを学ばなきゃいけない、自分でみな何かスキルを身につけなきゃいけないって、もっとやらなきゃいけないって思ったり。 行動ができないって思うと、行動ができている人はいっぱいいる。私ができないからダメなんだって無理やりやったりとか、あと嫌われたくないって思ったらね、相手に合わせて、あまり自分の言うことの気持ちをあまり伝えないで、相手に合わせて言うことだったりとかね、なかなかうまくいかないなって。 思うとやっぱり自分の頑張りが足りないんだって人の真似をして自分をだんだんなくしていってしまったりとかねこんな問題解決方法が今までだったんじゃないかなと思うんですねでどんな形かっていうと嫌なことがありました そうすると、これを解決するのにはどうしたらいいんだろうって頭で考えるわけです。で、こういうふうに行動すればいいのかもって、今までの自分と変化させて、行動パターンを変えて、結果までつなげていく。でも、なかなかね、自分ではなかなかこう、うまくできなかったりとか、あの、行動ができなかったり、する時に自分をまた責めたり、なんかそんな形でね、なかなかこう、結果までのプロセスが、あの、うまくいかない方多いんじゃないかなと思うんですね。 で、今までの時代はどんな時代だったかっていうと、人に迷惑かけてはいけないとかね、協調性がないといけないから人に合わせることが大事だよとかね、まあ、努力することが美徳だったりとか、負けてはいけない。こんな形でね、もうとにかく頑張りなさいっていうのがこれから今までの時代だったんだと思います。でもね、皆さん肌でね、感じてきてるんじゃないかなと思うんですけど、これからの時代はね、頑張ってもなかなか結果が出ない時代なんです。 じゃあどういうふういいいいいにしててっったらいいかっていう話です、えー、根本的なね問題解決方法をしていくといいんじゃないかという私からの提案なんですね。例えばダメだと落ち込んだら行動パターンを変えるんではなくってその自分の奥にある悲しみだったりこの自分のね 感情に気がついて、ああ、自分はこんなふうなことを感じてるってことは、こんな大事なものがあるんだなって、根本解決していくことが大事だと思ってるんですね。例えば、行動ができない。これもできない自分だだめだと思ってる罪悪感の奥にある大事なものに気づく。嫌われたくないと思っていたら、その嫌われたくない犠牲感だったり、怒りなの中の奥にある大事なものに気づくえ。うまくいかない焦りの奥にある大事なものに気づく。実はね、ここに書いてある感情、この感情の 奥にはねもう必ず大事なものがあるからこそ表面的にこの嫌な感情が出てきてるんですね。なのでこの嫌な感情をツールに自分の本当に大切だった思いに気づくことそれがこれからの時代とっても大事なんじゃないかなと思っています。で根本解決がでそんな時にねこんなことが自分は嫌なんだって感じてみます。 そうするとね、この感情を変化させることによって行動が変わります。なぜかというと嫌だなと思ってたことがどっちでもいいかなってこうちょっと視野が広がるんですね。そうするとできることが増えるので結果までのプロセスが早くに手に入るって感じです。この感じるっていうところが実は感情セラピー。自分の中の感情をチェンジングすることが、えー、感情セラピーでできるようになるんですね。 そうするとね、これからの時代の成功法則ということで、本音で生きることができて、自分の心地よいことに合わせることが大事になってきて、自分も嬉しい、相手も嬉しいって選択ができて、自分が何より人生の主人公になることができます。これは全て何かって言ったら自分らしさを手に入れることによって、人生が全然変わっていくんですよね。ここが大事と私は思っています。 でちょっと、ね、感情の内面構造をお話ししておきたいと思います。一番上のね尖ってるところ、考えていることです。その下に感情があって、感情には必ず出てくる理由が存在します。そしてその理由がの下には欲求があって、この欲求がね叶わないから感情がマイナスに動いたりとか、欲求が動いあの満たされているときは嬉しい感情になったりするんですね。 で、その欲求の下には何があるか。これはマイナスの感情もプラスの感情も同じもの、大事なものがここの下にあります。例えばね、この右側に例をつけました。親がいろいろ言ってくる、もううるさいなって思うわけです。嫌だな、気が重いなって。じゃあその理由は何でっていうと、言うことを聞かないといけないって思ってるからなんですね。で、この言うことを聞かないといけないって思っているのは欲求は何か。 親に嫌な,今嫌な思いをさせたくない。親とうまくやっていきたいという気持ちがあるわけです。欲求があるわけですね。じゃあその下は何か親を思いやる気持ち、自分のことも大切にしたい。こんな大事な思いがあるから、親がいろいろ言ってくると嫌だなって思うわけです。じゃあ今と同じ、愛に気づく、大事にしているものは何だったかおも親を思いやる気持ちだったり、自分のことも大切にしたいって気持ちがあったら、今度下から組み立てていきます。欲求は何か 親も自分も大事にしたいじゃあそしたらどうしたらいいのまずは自分を大事にしよう自分が変わればお、ま、親とうまくいく親の言い分を自分で選択できるっていうこういう形でね大事なものに気づくとね視野が変わってくるんですねそうすると自分の欲求が分かるので何をしたらいいかっていう行動パターンが変わっていきますで、えー、ねこんな形の感情の奥に あるものに気が付けることが、実は感情。セラピーで過去は変えられなくても、過去の感情は愛に変えられるですね。今までの自分に ok が出る。頑張った自分が好きになる。大丈夫だと思える。自分らしい未来が作れる。こんなね。大きなメリットがあります。 では2番目人生が成功する方法皆さんね人間関係がうまくいくとかね、えー、と例えばビジネスがうまくいくとかそれよりか先に何がその奥には何があるかって言ったら人生を成功させたいんじゃないかなと思うんですねそんな方法をお伝えしていきますこれね人生が成功した姿を一本の木と見立てて、えー、お話をしていきます このね上の部分、えー、と葉っぱとかね幹とか茂っている部分例えばお金の循環が良くなったりビジネスがうまくいったりそれとか人間関係が、えー、うまくできたりとか美しく健康も手に入ったりとかこんなことができた姿がね人生が成功した姿と思ってるんじゃないかなと思うんですね。ででも実ははすすね木には根っこがあります この根っこの部分分が存在価値だだだだっっっったたたたり、り、り、り自自自のの使命だったり自己肯定感だったり自信だったりします。この根っこをね整えることで何が起きてくるかというと実は上側の世界が手に入るんですみんなね先に葉っぱやあの幹を,あの幹を、ね、あの茂らそうと思うからお金の循環をうまくする方法を学んだりとかビジネスを展開する方法のマーケティングセミナーに行ったりとか いろんなことをするんですよねでも一番大事なのは何かって言ったらこの根っこの部分を、えー、構築していくことなんですで、この根っこの部分の構築ってなかなかどこでも教えてもらうことができないんですねで、実はここで感情セラピーが登場します感情セラピーをやるとさっき言ったようにね、根本解決が 根本的な解決がでできていくので自分の中のどんどん自分とつながっていって自分の感情とつながっていくと何が起きていくかというと自分はこんなことで存在してたんだとかね自分の本当にやりたいことはこういうことだったんだとか自分の価値はこんなことがあるって言って自己肯定が上がって実は自信がつながっていくんですなのでねこの根っこの部分ここが実は一番大事なんですねここが整ってくると実は上の葉っぱや幹なんかは簡単に あの充実させていくことができるんですね。はい、でね未来を皆さんねもう一つ何をしていきたいかっていうと望む未来を手に入れたいんだと思うんですねだからいろんなことを今頑張ってお金を作ることだったりとかいろいろ学ぶことだったりするんだと思います。でちょっと見てもらいたいんですけどねあったかい感情っていうのは嬉しい楽しい面白いこれね自分の未来を設定した時に嫌な未来を設定しないと思うんです皆さん。 こんな風になったらいいなこんな風になったら嬉しいなっていう未来を設定するんですねそうするとねその未来に引き寄せっていうものが起きてくるのは何かって言ったらこの感情なんですよこの感情と自分の未来を合わせることが大事そうするとこのあったかい感情を毎日紡いでいたら結局未来あったかい未来が手に早くに入るんですね。 でも皆さん何しちゃうかっていうと日常に追われてしまうのでこの下の方にあるような重い感情になりがちなんです嫌な感情ですよね悲しいとかこうなったら困るなとかってこれって見ていただくとわかるように平行線なんです交わらないんですねなので私は何が大事かって暖かい未来を手に入れたかったら暖かい感情をずっと過ごすことが大事と思っていますでもね皆さん人間だし 現実を生きているのでいいこともあれば悪いこともあるんだと思います。こんな時にね大事なのが何かっていうと私はみんな同じだけ持っている時間です。時間をいかに短くこの嫌な時間を過ごすか、いかに早くこの嫌な状態から脱却するか、これが大事なんです。ここね、実は患者セラピーが登場します。あのね 本当に悩みを1ヶ月も2ヶ月もずっと引きずっていると結局その幸せが何になるかっていうとあったかい未来をなかなかつむねないんですね。なのでここのところにね自分の嫌だなと思う感情が出たらもう早くにここを解決することがもう何より大事って私は思っています。でね皆さんねやっぱり本当の自分っていうのをいろんなね意味で 占いだったりとか、必要性みいろんなことありますよね。今マーケティングだったりとかで、でね、あの自分は本当に何がしたいのかっていうのをなかなかなお思ったりとかすることってあるんだと思うんです。でね、じゃあこういうふうにしていこうと思っても、その変化の仕方がなかなかわからないんですよ。皆さん、この変化の仕方がわからないから、だから本当の自分になかなかなれない。 このの変化できるが実は感情セラピーなんですね感情セラピーで自分のことをどんどんどどんん知って自分の感情ツールにどんどんどどんんそこを溶かしていくと本当の自分にどんどん近づいていきますなのでね本当の自分で本音で自分らしく生きていくことができるようになるんですねはい感情セラピーどんな方がおすすめかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います例えばビジネスやお金の問題を持ってらっしゃる方頑張らないとお金は手に入らない 生活のために嫌な仕事をしてないといけない。起業したものの成果なかなか出ない。毎日疲れ切っていて将来に不安がある。こんな方、ぜひね、感情セラピーでそこをチェンジングしていただけたらいいんじゃないかなって思います。えー、またはね、こんな方もおすすめです。えー、育児やパートナーの問題抱えている方、笑顔で暮らしていきたいのに毎日イライラしている方、ちょっとしたことで感情的に子供を叱ってしまう方、大事な人を傷つけたと罪悪感でいっぱいになる方、 感情がコントロールできない自分はダメだと思っている方。こんな方ね、えー、実は感情をツールにすると問題解決ができていきます。またね、人間関係で問題の方もおすすめですね。上司や非常識な、上司の非常識な態度や言葉遣いは最低だと思う。でも言えない方。<laughs> いますよね。肝心なところで素直になれず、疎、え、遠、ー、になることが多い方対。初対面の場は緊張するし、警戒してしまう方。 頼むことを断れない。でも自分からは頼れない方。えー、こんな方ね、ぜひ感情セラピーでここの部分を人間関係を円滑にしてもらえるといいんじゃないかなって思います。えー、またこんな方おすすめです。えー、自信、自己肯定感が低い方。えー、一生懸命やってるのにダメなところばかりが見える方。鏡を見るのが嫌な方。 自分のことは誰も分かってくれないと思っている方。診断関係の構築は難しいと思っている方。実は私も数年前こう思ってました。だけど今は全てがここのところ解決しています。 えー、ここがね、本当にね、す、え、べ、ー、てが解決できる上の部分が、えー、充実して、下の部分がすべて解決できるのが、実は根っこの部分を構築していく、えー、感情セラピストの習得講座なんですね。で、こちらの、えー、実は体験会も今やっていますので、ご検討いただけると嬉しいなと思います。えー、ちょっとね、感情コンサル、感情セラピーを体感していただいた方の声をお届けしていきたいと思います。えっ、ー、と、稲食品工業の、えー、と塚越。 社長ですえー、こちらはですね日本で一番残したい会社ということで多くの方が注目している会社トヨタ自動車さんなんかも、ね、モデルにしている会社です企業にとって最も大事なのは数字ではなく感情だと思います 経営者こ,こそ患者のケアは大事ですっていうことで、お仕事をしていくすべての方、患者を大事ですっておっしゃってくださっていました。で、こちらは皆さんご存知の船井社長、船井総研のね、コンサル会社の大手会社様です。船井社長様です。本気で世界平和をするためには、愛で、 動かすしかないと思っていました。その愛は初めて感情セラピーで体感しました。えー、あの船井社長もね。実は感情セラピーを体感していただいて感動してくださったお一人でもあります。えー、これこの方はねえっ、ー、と人気ブロガーの荒川くんです。っていうか神様って何っていう？本当にあの人気のね、えー、ブロガーでもあり、あの本を何冊も出していらっしゃる方です。幸せに生きるか不幸を抱いて生きるか、人生どっちを向いて生きるかだけ。 感情セラピーはマイナス感情を一瞬で解決できる最強ツールですということでお言葉いただいています。で、こちらはね、えっ、ー、と、法メソッドなどのね、コンテンツをお持ちの、えー、スピアチュルリーダーの江島直子さんです。えー、最高峰のエベレストに登ろうと思ったら、まず足元からサンドルじゃ登れないよね。サンドルという感情を強固の自信に変えるのが感情セラピーということで、直子さんもね、感情セラピーを体感していただいて絶賛していてくださってる一人です。 でこちらは、ね、明日占いの、ね、100万部、えー、突破してもう大活躍の、えーえー、占い師の先生の、えー、真由智です温かい涙でありのままの優しさを取り戻すの感情セラピーです、えー、明日占いですね、えー、会議した真由子さんも実は感情セラピーで涙したお一人でもありますでこちらはですね、宝地図でごあのおなじみのね,ね餅月です した先生ですね感情はこれからのキーワーワド感情がコントロールできたらすべての夢を引き寄せることができます。ということで光月さんもね感情のことも,ずも数,数十年研究なさってきたそうなんですね。で私の本を読んでくださったり対談してくださってこんなにね感情のプロがいると思わなかったっておっしゃってくださいました。そのくらい感情ってこれからのね次世代のキーワードだって彼もおっしゃっています。 で、こちらはね、皆さんご存知、夢実践プロデューサーの山崎匠さんです、えー。彼はね、すっごいローのセッションを、世界中のセッションを受けてきたそうですで。感情セラピーはね、ピカイチの統合ワークだねっておっしゃってくださってもいます。あの、ぜひね、ちょっとね、ガルとの対談もあるのでね、見てくださると嬉しいなと思っております。しますけどね、えー。これからの時代はね、自分のことを知り、どれだけ自分に素直に生きれるか、それが豊かさと信頼の鍵になってきます。 感情はあなただけが感じられる個性です。感情は裏切りません。なぜならばあなたしか感じられないものだからです。すべての問題は感情が解決します。感情を丁寧に扱う感情セラピーはあなたの人生を豊かにするアイテムです。えー、最後までね、ご視聴くださってありがとうございます。感情セラピスト体験会でお会いしたいと思います。今体験会をね、実施していますので、ぜひチェックしてみてください。 今日はどうもありがとうございました。また体験会でお会いできると嬉しいです。